北秋康幸は日本の自治官僚、政治家、政治学者。学位は政治学修士。情勢大学現代政策学部社会経済システム、学科客員教授、浜松平母子高等学校理事長。衆議院議員、浜松市長などを歴任した。静岡県浜松市出身。静岡県立浜松北高等学校を卒業し、東京大学に進学した。 1974年、東京大学法学部を卒業し、法学士の称号を取得した。東京大学卒業後、自治省に入省した。1982年、栃木県税務課長。自治省では1989年から税務局企画課の理事官、自治省大臣官房の参事官などを務めた。1979年から1981年まで、 政府派遣長期災害研究員としてアメリカ合衆国に留学した。コーネル大学の大学院にて修士課程を修了し、政治学のマスター・オブ・アーツの学位を取得した。また、一時、福岡県福岡市に出向し、1989年、福岡市役所の財政部部長、福岡県財政局局長を歴任した。1993年から、 財団法人自治体国際化協会の総務部にて、部長を務め、1995年に、自治省を退官。1996年10月20日に行われた第41回衆議院議員総選挙に、新進党から立候補し、静岡県大八区にて、自民党の塩谷律と、日本共産党の平賀高成を破り、初当選を果たす。1997年末に、 新新党が回答すると、翌年には、加納道彦、石井はじめ、岡田勝也らと共に、国民の声の創立に参加した。国民の声が対応党、フロムファイブと合併し民政党が設立されると、北脇も引き続き民政党に参加した。1998年、民政党は、新党友愛、民主改革連合と共に、旧民主党に合流し、民主党となった。 1999年、衆議院議員を辞職し、同年4月の静岡県浜松市長選挙に立候補し、当選を果たした。2001年、13市が参加する外国人集中都市会議を立ち上げた。2003年4月27日に行われた浜松市長選挙でも当選。2期目となる市長在任中は、平成の大合併を背景に市町村合併を推進した。 2003年に天竜川、浜名湖地域合併協議会を発足させ、2年後に浜北市、稲佐町、細江町、三日美町、雄東町、前坂町、天竜市、佐久間町、三作保町、立山村、春野町の編入を実現した。以降は、政令指定都市への移行を推進し、2007年4月1日に政令指定都市への移行を果たす。 2007年4月8日に行われた浜松市長選挙に出馬。参戦を目指すが、鈴木康ともに、僅差で敗れ落選した。同年4月30日、市長を退任した。2007年11月、東京外国語大学に採用され、多言語、多文化教育研究センターの教授に就任した。翌年には多言語、多文化教育研究センターのセンター長に就任した。 東京外国語大学の世界言語社会教育センターにて、教育研究プロジェクト支援部門に所属し、多文化共生の実践的な研究に従事した。2011年3月に東京外国語大学を退職し、4月、情勢大学現代政策学部社会、経済システム学科の客員教授及び、浜松聖母子高等学校の理事長に就任。ありがとうございます。